釣り人の車欲しい、やっぱこれです。バックドア、はい、バックドアがあるとなんでいいでしょう。傘になる。そう、正解です。やっぱね、雨の日に、フィールドスポーツなんで雨の日にね、釣りしてる時も結構あるので、その時にジープなんかで横開きだと、まあまあ雨入るんですよ。でもう中のもびっちゃびちゃみたいになるんだけど、やっぱこう上焼きっていうのかなっていうのはそれなり傘になるんで、それね、ハイエース時代もそうだったし、アルファードなんてもそうなんですけど、上焼きが最高です。もうお気に入りポイントはハイブリッド車ならではの 100V 電源ですね。で、 100V 電源はいろんな車にもあるんだけど、ハイブリッド車は 1500W まで出せるんです。アルファードはこれ30系からそうだったけど、で 1500W まで出せると、このストーブ 800W でしょう、まあ、余裕なんです。めっちゃ便利です。でこれを使ったことはあんまないんだけど、普段は湯沸かし器だったり、ホットプレートでちょっとプチバーベキューみたいなのやったり、一番使うのは、このバイクのタイヤ温めるタイヤウォーマーですね。これもね、前後で 1000W ぐらい使うんですけど、発電機で皆さんやってるんですけど、発電機がいらなくて、こちらの電気でそこまで走ってった電力でほとんど持たせられるっていうね。あったかい、あったけ、めっちゃ便利。うん、あの電気ケトルとかも、うん、使える使える。だから今後ロケ行った時、カップラーメンだったらいつでも行ってもらえればカップラーメンも常備しておかないそうだねコンビニで買ってね1500W までの電源が手に入るのが最高っていうお話でした。はい、じゃあ続きまして、この釣り人的に、いじってるないし改造した、改善したっていうところを紹介したいと思います。でまずですね、ロッドホルダーですね。釣りといえば釣り竿が伴うんですけど、基本的にはカーメイトのこの、後ろにしかアームがない、前の方にないタイプの、ロッドホルダーをずっと使い続けてます。でこれはあのこの車に新しく買ってつけたんですけど、もうほぼ変わらない、同じモデルでもちょっとマイナーチェンジしましたけどね、このモデルを使ってます。でこのモデルは5本までぐらいしかロッドが収納できないっていうのが、ネックではあるんですけど、なんといっても最高の売りはですね、やっぱ後ろにがっちりカチッとこう挟んでロックするタイプなんですね。でこれでロックすることで何が起きるかっていうと、これなんかはナイトホークなんですけど、シーバスロッド 9.3 フィートがもうそのまま釣り終わったらこう持ってきて、そのままカチッとロックできるんですね。こういう感じで。で何が言って、やっぱり釣り竿はなるべく上に置いとかないと折っちゃうんですよ。結局踏んで折る、よっかかって折る、挟んで折る。だから釣り竿っていうのは上に置いとくのが一番なんです。私も物心ついて40何年釣りして、昔は AE92 ってレヴィンって、ね、セダン車乗ってたんだけど、はい、白地すずり行って竿積んで、はい、バダンってトランク閉めたら、トランクから4本ティップが出てて、何もそのまま4本いきなり一撃で折ったことあって、そういう事故を防ぐためにもロッドは上に置きたいです。でせっかくの静かな車で、通常のよくあるあの2本アーム通して引っ掛けるやつだと、まあ、結構それなり頑張っていろいろやってもカチャ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 になっちゃうんですね。で、まあ、若いうちはそれでもよかったんだけど、やっぱりだんだんそれもね、運転して気になるようになってきたんで、このタイプはこうロッドを押し付けるんですよ。見える？天井にのこのカーペット調の素材にグッて押し付けられてるので、走行中にロッドが鳴りません。だからなんか段差のたびにね、後ろの上の方でガチャ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 っていうのがないので、もう基本あのすごいバキッと固まるのがめちゃくちゃお気に入りっていうか、それが一番使い続けてる理由ですかね。でプラス、まあ、このカーメイトさんのはここにこれを固定するためのなんかメインのアーム、こっちがメインのアームなんで、こっちがアシストアームなのかな、アームっていうのがつくんですけど、このアームを使っていろんな、まずこう手袋、めっちゃ便利、はい、これは釣り終わってきて洗うほどでもないやつは全部ここで
洗濯バサミでこうサッとつけて乾かしておけるやつですね。で帽子はまあいろいろ大体よく使ってるやつをこの形状記憶性のここで売ってそうな、なんか便利グッズに通してこれでぶら下げておきます。でこれも乾燥兼ねて、やっぱね夏とか汗このね額にどうしても汗かくんで、そのまましまうとやっぱ臭くなるんですけど、こう干しとけば朝までかきますね。で今度左サイドはまずハンガーですね。あのウェアを大体引っ掛けとけるようなハンガー的に使ったり、ライトなんかも、予備も含めていつもこの辺にライトを引っ掛けて保管してます。これがロッドホルダーですね。改造その1で、続いて改造ポイントその2はランプ明かり周りです。釣り人は、まあ、特に自分は夜釣りが多いので、明かり周りにね結構買った時に結構お金かけるんですね。でまず一つ目はここのラケッチランプ、今回でもピッて1個だけこの辺を照らす薄いライトがついてるだけなんですけど、まあ、そこの電源使ってこういうキットが売ってるのでこれを買ってつけてます。これも6000ぐらいだったと思います。でつけて、でバックドア連動なんで開けるとこれはもうこの辺が明るいんでいろんな作業がしやすくて便利ですよっていうのと、こういうのも簡単に内装剥がしでパキッと外して中のランプを変えると3倍ぐらいまでだいたい純正のライトを明るくできるんで、こことあと、運転席のバニティランプってあの運転席とか助手席の上にあるランプとか、ドア開けた時のランプとか変えられるやつ全部大体キットで売ってるので、そのキットで変えてとにかく夜でも明るい空間を作れるようにしてます。車屋さんとかで売ってるんですかこういうの？うんね、もう通販であの自分の車種と何々系、まあ何年生産のでって調べれば適合のがそれぞれほぼ全車種適合車種売ってるんで、それで買ったらいいと思います。で次のポイントはスポーツマットですね。まあ、これ多くの人がやってると思うんだけど、昨今は車種別にもうかっちり合うスポーツマットが売ってるので、防水のねマットがあると、まあ、何だったらここにね稲田1本ぐらい置いたって暴れ回んなければタチを2本ぐらい締めたやつ置いてっても大丈夫ですから、あの汚れてもいいやつで、自分は運転席助手席セカンドシートラディッチマット全部あのキットのやつ使って、敷くようにしてます。で特にやっぱ一番汚れるのは運転席、なんだかんだ土の上歩いて乗るんで運転席の下がどん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 土がついてったりするんで、運転席ね、まあ、やってる人も多いと思うんですけど、で続いてこれはあのアイディア十何年かけた集大成アイディアなんですけど、ここで何するかっていうとルアーのチョイスと糸の切り結びなんですよ。でここで糸切りたい時にだいたいガサガサしてハサミ取るのが嫌なんで、自分はここにもつけちゃってます。おお、めっちゃ便利。でこれもここでプラスチックの外せるパーツの後ろ外した後ちゃんとボルトと後ろでもプレートつけてピンオンリール、はい、ハサミでシュッと出してこうちょきちょき切れるようにしてちゃんと締まると、切った糸くずはやっぱこういうポーチがいいですね。でポーチをなんかねここに昔はゴミ袋にしてたんだけど、ゴミ袋は風がビューッと吹いた時に突然飛んでったりするんで、あっつって走って取り行ったこと百何十回みたいな感じで、飛ばないにしてもドア閉めたとここに風でなびいてたゴミ袋が出てるみたいなこともいっぱい経験した上で、ある時からこういうポーチにあのこのメタルジグ、使わないメタルジグを自分は2本ぐらい入れて200〜300g ぐらい足した状態でこうぶら下げておきます。そうするとあんまりガチャガチャ言わないのと、まあ、そこにハサミも一緒に入れとけば走行中の騒音はほぼゼロ、あの糸くずどんどん入れてってある程度溜まったなってタイミングで自分のゴミ箱に捨てるって感じで運用してます。これはすごいストレスなくて便利です。めっちゃアイデアですね。はい。でこれに切り結びの過程で出てくる欲しいのがスナップと糸締めのやつなんですけど、今ちょっとないんだけど、スナップはここ後で紹介しますけど、この衣装ケースのここのくぼみにぐさっと100個ほどめっちゃ便利、大量のスナップが隠れてます、はい、
まあ、ストレスなくパッ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 って LINE 用は新しいのにリーダーとねあのノット新しいのに組み替えられるような準備はしておきます。で続いてはですね積載なんですけど、まあ積載するのはいろんなスタイルがあっていいので自分の場合はって話で参考にしておいてください。で自分は釣り具のガレージがね路面にあるんですよ1階に。だから車横付けにしてこう荷物を出し入れできるんですね。なので基本的には必要なものだけ乗っけていくって形のスタンスでこの7年ほどやってます。でそれまではもう満載だったんだけどやっぱ車上荒らしが怖いとか、うん、満載といっても全部は積み切れないから結局物の管理っていう点があったりでも今度いざ全部下ろさなきゃいけないとき大変っていうんで今は極力あの最低限のものだけ積んでいくようになってます。でその中でやっぱキット化していて釣り物によってそのルアーのバッカンルアーが入っているバッカンは分けているのでそれを積みます。でそれ以外に共通パーツはいつもこれを持ってこの辺が日常積んでるんですけどまず一つはその衣装ケースですね。はい。で衣装ケースもうこれも十数年使ってる80センチ90センチ1メーターオーバー釣った人しかもらえないアピアのランカークラブ浜さんから送られてくるんだよこれ、すごくない？これ持ってる人はなかなかいないと思う。すごいですね。はい。100センチ、はい。自慢はさておき、はい、で中はこんな感じでもうこれももう本当によく使い予備的なものを全部入れてる感じですね。で片っ端からざっと言うといざ魚持ち帰るときに入れたいあの超特厚地のビニール袋が10枚ほどそれから冬の間はここに北海道があります。でフェイスマスクとかの予備それから P ラインですね。俺のシバスピーパーゲームを08、1号から2号までが2本ずつでメジャーでそれからリーダーですね。リーダー電池メジャービニールテープライター絆創膏でちょいちょい必要なリングとか、はい、その辺もこうあって、はい、瞬間接着剤があってでルアー縛るゴムなんかもこういう感じで入れといてでここら辺はなんとか剤ですね。虫よけ剤、日焼け止め。日焼け止めは富山くんと高橋祐介も最近必ず塗ってるんで、なんか塗った方がいいっすよって言われて買うようになりました。そう、やっぱね、こういう空間でかい車は、なんか準備中に蚊がね、なぜか蚊は入ってくるんですよ。蚊が出てくること見たことないんだけど、入ってくんで、入っちゃったなって時は、あの閉める前にこの、空間にワンプッシュをプシュッとして閉めて釣り行って帰ってきた時その後見たことないんで多分どっかで死んでんだと思います。でそれでも刺されたような部位で夏肩痛くなったらなんでですなんかで買ったけど一回も使ってない気がする。で、まあ、撥水剤とかですね。でルアーボックスの予備があってで予備ルアーなんかどうしても欲しいナレージとかトレーシーとかああこれがないっていうので困んないように一応このボックスに最低限は入れていつも持ってます。で使ってる最中のグローブとかフックリムーバーオーシャンマークのフックリムーバーの予備だったりあとシリコーンスプレー結構自分ねよくリールとかに使うんででこのシリコンスプレー使った後は必ずねタオルで拭かないとあちこちベタベタついて大変なんですけどそのタオルをまた他のように使うといろいろ大変なんですよ。だから必ず自分はこうやってシリコンって赤い字で両側書いて2つ書いとくと裏表両隅書いとくとどこにあっても一瞬赤いのは目に入るんで他のように使うことがない。もうシリコンなシリコン専用で使ってます。で謎の何ですかそれは自転車後で出てきます。あ自転車もいけるね。でもボールとか膨らますやつですね、はい、こんなのが入ってでそのフィットケースの上にはこの木の2つ置いてて、まあ、基本バッカンですね。でこれ本当ハードケースがいいんだけど基本的には濡れて汚れるものが入るんで水が落ちない硬いがこういうビニール素材がいいですね。で自分は
長靴とサンダルとそれからスパイク付きの長靴3点が大体あって、これで大体釣り場のほとんどはクリアでできます。で、夏と冬でこの防寒、今冬なんで防寒ブーツで、夏になるとこれが薄いブーツに変わるってぐらい でこれで回してます。でこれはあの履き替える時のマットですね。2つぐらい前の助手席用のマットをつあの流用してます。これで回してて、でタモケースですね。タモケースも、まあ、基本いつも入ってるのは 3.6 メーターと6メーターの大型のタモ網2つを入れて、これでこのまま遠征持ってったり、あとこの中にブーツとかも全部入れて、まあ、基本汚れてもいいもの全部放り込んで持っていくことが多いバッグですかね。あとでバケツ系、水タンク、ルー洗ったり、さあザバザバって洗う3リッターぐらいの水タンクと、あとは飲み水、まあ、これキャンプとかで使ったりもするんで、バケツ系飲み水で、ラベル貼ってないのはやっぱり洗う用の水。結構水はさっと使いたい時もう、でもねやっぱ汚れるんで、車乗る前にここでジャバジャバって洗って、でそれで車乗ると乗らないで大違いなんで、それで使い分けて、この辺にルアーバッカー乗っけて釣りに行こうっていうのが多いですね。でこれが表の釣り人仕様なんですよ。実は裏モードが、裏モードその3ぐらいまであります。釣りプロ20年の私の王子ですっていうのでもね、一つは、まあ、アルファードの気に入ってるポイントもあるんだけど、タイヤハウスを空にして下に相当な収納スペースがあります。でもこれは全部出しましょうかね。まず靴べら使いますか使う、たまにあのね革靴履いてる時があるので、現場で釣りのウェアに着替える時で、終わった後革靴履く時にやっぱ靴べらないと革靴履けません。それからライフジャケットですね。でこれヒロッチ用、これはゲスト用、これも一応ゲスト用、アピアさんのゲスト用で、まあいつどこでも乗れるように。それから帽子ですね、これはちょっと新品の帽子、必要な時に出せるようにですかね。でちょっと釣り人っていうか子供向きアイテムですけど、網です。網、いつ何時何かがガサガサいてもすぐ捕まえられるようにで捕まえたものを入れられるように、で子供用の軍手だから俺用じゃないってことですね。まあ結局育ち盛りの子供たちを育ててるとこういうことがいっぱいあるので、キャッチボール、これキャッチボール用のなんかね、ボールよりも転がっていかないけどボール投げるぐらいすごい素晴らしい遊び道具です。でサッカーボール、はい、さっきのもしかしてこれ空気入れる、そう入れるやつで、これお父さんのガサガサ用ですねでこれもこれにね入れられて、この辺で楽しめるわけです。これが入ってて、でさらにこれはテーブル、これぐらいのテーブルがちゃぶ台が作れます。でちゃぶ台があるとすれば当然これですね、椅子、ローチェア、ちゃんと2個も、はい、俺と君でコーヒーぐらいも飲めるわけです。釣り場でね、でリフティング練習もできる、そうまあこういうギアが、でこの辺のニーズはやっぱあって、なんか結局釣り試合待ちの時に、はい、さあカップラーメン食おうかって時に、自分の中でやっぱせっかく釣り来たって時に運転席で食うのはちょっと味気ないなと思ってて、その時パパって展開して車ここ開けて、ね、ここにローチェア立ててそこで食うだけでもなんかあ遊び来たなって感じがするじゃない、うん、そういうのはすごい大事にしてるんで、この辺のキットいつも持ってます、うん、これがその釣りプロ王子その1です、はい、その2、反対側さらに展開したらなんかやっぱちょっと焼きたくねみたいな時があるわけですよ。その時に焚き火用の、焚き火もできるし、ね、熱いもの触れる厚手のグローブがあって、ってことは何があるかというと、この辺ですね、パワーガスに鍋、カップ、バナ、おでその他コーヒーだったり割り箸だったり
いろんなものがあって、まあ、ちょっとした調理ならできますよと、まあ、これにねラーメンを作ってこれで食べるみたいなこともしますね。コーヒーを入れたり、直火を使いたいときはこれでね。バーナーもいろんなタイプを自分も持ってきたんですよ。もうそれこそあっちあれ全部俺のキャンプ道具なんだけど、もうそれこそ30年近く遊んできたんで、いろんなものを買って試した結果もうこれが一番で、もうこういう感じでドンと置いてこう置けるやつ、こういう風にしちゃうのが一番倒れない、壊れない、畳めばコンパクトっていうね、これに限ります。でこれがその2です。その3、やっぱ釣り人はどんな時でも最後欲しいのがあります。何でしょう、これ何だろう。じゃあ例えば7人乗りで全員喪服の人乗っけて葬式行きましたと、はい、で葬式の最中ちょっと散歩行ったら横に池があって、もう鯉がパクパクしてましたと、はい、で試しにちょっと持ってたパンを投げたらプカプカ食ってますと、はい、さあ何が欲しい。そうなんです。どんな時でもそうでしょ。ここになぜか縦の細長いスペースがあるんで、ここに竿を入れております。はい、でこれとこれが延べ竿で、はい、これは発尺なんで 2.4 メーターまで伸びる竿で、うん、これはエビタナゴ用のねコンパクトな竿ですね、はい、でこれもリール竿で 1.5 メーターまでのリール竿なんだけど、はい、30系よりちょっと浅くなっちゃって、はい、ここがね多分ね 3.5 センチぐらいしかないんですよ、ここのスペースが。おーすごいスペース。で今ちょっと絶賛 3.5 センチの高さ以内に収まるリールの情報を求めてますので、はい、皆さん知ってる方いたらコメント欄にこのリール俺も入れてるよみたいな情報を、はい、お待ちしてます。餌はねもう堤防とか餌網があれば基本絶対手に入るんで、うんうん、これが釣りプロ30年の、はい残念な末路です。いやー参りましたある意味ここの下だけは絶対下ろさないんで、ずっと5年間積みっぱなしで、まあもちろん物は入れ替わってくるんだけど、あで、あとケインロープとか、やっぱりあの山道入るんでケインロープと充電バッテリー、バッテリーケーブルは必須ですね、うん、この辺ががっつり入るんで素晴らしい車です。そんなの見てたらもうめっちゃ車買いたくなっちゃいます。あ、なっちゃう、なっちゃう。なんだろうな、一番最初はでも本当軽自動車の N ボックスとか ああいうボックス型あれを買って、でどんどん自分の好奇心に応じて一度は行ってほしいキャンプ仕様かな、もうねあんなワクワクないから、でもうなんか頑張ってそれこそホームセンターでさ板買ってきてさ、はい、フラットなベッドとか行って、端っこで無理くり寝れるように作る、あの楽しさって言ったらないの。でも5年間で、ちゃんとやっぱ査定はしなきゃダメで、じゃあ次の乗り換えのタイミングとかで、じゃあこのフラットベッド何回使ったみたいな。で若い時はね、結構使うかもしれないけど、やっぱりある程度年取ってくると、まあちょっと減ってくるんだよね。でそうなった時に、じゃあこの機能はいるのかっていう、ちゃんとやっぱ、棚卸しをして、でその代わりに他のね収納に変えてったり人を乗っけたり、自分もねいろんな、まあ釣り歴長い中で日本中の超釣りバカもうそれ何百人会ってきたんだけど、やっぱねもう明確に一つ差があるのは地方の人、まあ東京から東京は遠いほど土地が安いので車2台持ちなんだよね。でもう軽自動車でもう完全釣り具満載カーで、もうだから人乗せる用途は自分他の車でやってますって人が、まあ、究極一番いいかもしれないなとは思うね、うんうん、でもそれはね東京でやるのは大変なことなんで、はい、こういうスタイルでやってますね、うん、まあ車見るとその釣り人のある意味腕もわかるというか、うん、あの本気度とか終わってる度とか残念度合いがわかりますね、はい、でその残念度合いをこう巧妙に隠して、はい、一見こう5分ね時間もらったら全く釣りするとは思えない、ロッドホルダー以外は釣りするとは思えない車に戻せるのがいいんじゃないですかねそんなこと思ったことないけど、
で続いてのポイントはこちらですね。この2つ、はい、これはねハンガーフックです。あのレインウェアとかね、雨の日釣り終わって帰ってきた時に脱いだのをバシャって入れるよりは一回ここに吊るした方が水滴が落ちてね、よかったり、結構自分はあのウェーディングする時まずこう内射器をセットしてこれがつくかどうかをチェックして、でここに携帯とか、それから撮影だったらピンマイク入れて、でルアーケースとかも入れてったり、リーダーがちゃんとあるかを確認して、まずここで確認してから切るみたいな感じ、だからすごい便利です。だから雨よけの、雨の当たんない物干し的にも使えるし、こうセットアップするときにねすごい楽なんで使ってます。でこれも自分ちょうどこのライトつけたとき全部外したんで、裏からちゃんとプレート当てて、これプラスチックなんでネジ、ただのネジ、とんがったネジ打ち込むだけだと荷重かかったらズボンって抜けちゃうんで、ちゃんといわゆるナット止めですね、ボルトナットで後ろからも金属の板当てて止めれば、まあ今までハイエースでもやってきたし、アルファードでもやってずっとやってるんですけど、まあ、抜けてきたことはないですね。ただここに穴開けちゃうんで、これ外したとしてもリセールはあんまりつかなくなるし、まあ自分はこのままつけたまま大体5年ぐらい乗ると誰かにあげちゃうというか、そのまま乗ってろみたいな感じで渡すんですね。で最終的に俺と達郎だったりで誰かで20万キロぐらい乗って売るんで、どっちみちリセールがついたことがない。最後ディーラーさんが、いや申し訳ないんですけど、むしろ処分料、サービスってことで0円でどうでしょうかって言って金取られるとこだったみたいなケースが多いですね。まあ、そんな感じでこういうね感じで便利なとこには結構つけちゃいます。だけどこれ3年後とかに中古車でちゃんと売りたい人はあまりやんない方がいいかもしれないです。粘着テープとかでやると結構落ちるんで、ね、効かないですよねこの素材ね。まあ、ちゃんとネジボルトナットでやらないといけないんだけど難しいです。大体日常はこれでシーバス道具を積んでもうずっとこの辺うろうろしてるのが多いので、このスタイルですね。